やっぱりプーマに興味を持ったというか、まあ、特にこう強く惹かれ出したのが割とこう最近なんですよね。でそのきっかけになったモデルっていうのがちょっと今日も履いてるんですけど、このプーマの90681の、黒銀、このカラーなんですけど、これを買って履いた時にすげえなって思ったんですよプーマのこの辺の、これってやっぱりその通常のラインとはちょっと違うやつですね。そうですね、全く違うラインになってまして、2018年がこうスウェードの50周年のアニバーサリーイヤーということで、ドイツチームも本気のスウェードを作りたいということで、日本には藤枝にありますマグフォリアさんっていうところ、山田さんが結構ヴィンテージっていうか古いこうプーマのスウェードだったりクライドをお持ちなので、彼とミーティングしつつすごいいいものを作りたいっていうリクエストをもらって、実は作ったシューズがこの90681。そのもちろんそのスウェードとかクライドって足を通したことは今まであったんですけど、これもなんか全然違ったんですよ履き心地といい、うん、そのこの素材感といい、もう今もこうやってもうだいぶ入ってきたんですけど、こうやって持ってるだけでここで革の匂いがするぐらいなんか、箱開けた時からなんかも違うなって思って、でプーマってこんなにすごかったんだって思って、それで90681その他何色も買ってますしね、いろいろ僕もインスタグラムで拝見させていただいたりとかもしてるんですけど、そう、それでそこからいろいろこうまたいろんなモデルを掘ってきたっていうところがあって、でちょっと今日ねお願いしてこれの元になった。そうですね、オリジナルがまあここにもあるんですけど、実はこれちょっとソールが外れてしまってはいるんですけれども、なんかすごいものですか、はい、これがちょうど今みのるさんが履いている90681S のモデルになったっていう靴です。でこれ実は今日本には左足しかないんですけれども、右足はこの靴を作るためにドイツチームに寄贈して、なので、基本的にはこの靴をフルコピーしつつ、さらに履き口、ダイニングの部分、これ人工比較、オリジナルは人工比較なんですけど、はい、長く履いてもらいたいので、ここは天然の別革を使って作ろうと。じゃあむしろグレードアップさせる、グレードアップさせる、すごい。でシューターのラベルに関しましても、はい、フルコピーしているので、ちゃんとこう PUMA のロゴのところにこうフォームストリップが入っていたりですとか、うん、あとキャットロゴの下に R、レジストレーションマークがちゃんと入ってるっていうのもちゃんとコピーされてる。残念ながらね、目つきのプーマとかっていうのは表現できないので、後の部分は従来のキャットロゴにはなってるんですけども、可能な限りオリジナルを忠実に作っています。すごい、そんなってことはあれなんですね、本国のプーマと日本のプーマ合わせてもこれ一足分しかなかったです。そうです、この一足を結局そのミーティングの段階で口頭レベルで話してても、はい、口伝えで工場に行ってしまうと、うん、違うものができてしまう恐れがあったので、だったら現物、要は日本でそのドイツチームが来日してマグフォリアの山田さんと私と、うん、あとはプーマの関係者含めてミーティングした時に、その後にその足で工場に飛ぶっていうことだったので、だったら片足持ってってもう切っても何でもいいんで、作るんだったらちゃんといいものを作ってほしいからっていうことで作ったのがすごい。やっぱその、マルコリアさんの、ね、方もそうですけど、それの野崎さん自身も、ね、そもそもやっぱりヴィンテージマニアだからその当時のやつを履きたいっていう思いがあって、それをやっぱ伝えて作ってるから、これだけクオリティの高いものになってるんですね。やっぱり今スタンダードで7ケツ、シューレースを通す穴って7個穴がスタンダードなんですけど、はい、古いスペックに合わせて8個穴にして8個ですね、はい、ここはね、なので、はい、フィッティングが多分大きく従来のモデルとは違うかな、うん、足入れは全然違いますよね。今売っているスウェードクラシックっていうのはマッケイ、サイドマッケイっていう、こう糸でこう、はいはいはい、その周りを縫ってあるんですけども、はい、これはもう本当にクライド、ボルトフレイザーとの契約切れた後のスペックなので、セメント製法っていう接着剤でつけて、うん、本当にクライドのロゴがないだけのスペック。そうですね、このスウェード入らないのもこれそうですね、はい、オリジナルは入りません。そうですよ、今はスタンダードでスウェードって入ってしまうんですけど、
そうか、そもそもスエードって名前がなかったんですよ、ね、そうです、はい、このちょうど今日オリジナルボイスク、これデッドストックの箱もあるんですけれども、はい、ここを見ていただくと、あ、本当だ、 90681S フーマって書いてあるんですけど、フーマっていうのが商品名で、フーマが商品名なの、そう、商品名みたいな、あ、そうなんですね、で、要はフーマの、だからこの辺を今でもクライドって呼ぶ人もいるんですけど、はいはいはい、要はクライドのサインがないだけで、クライドと全く同じだからクライドっていうとか、 あとはプーマのスウェードの靴が活かしてるねとかっていう、そういう口伝えで、いつの間にかプーマのスウェードの靴っていうのがプーマスウェードっていう商品名になってきた、要はカルチャーの中からプーマスウェードっていう名前が生まれてきたっていうところでは、すごくそういうことなんですね、はい、そうです、なので商品名としてはもう皆さんが呼んでた故障がそのまんま商品名になっていって、今プーマスウェードっていうのが一般的になってきたっていう、そうなんだ、だからなんかこうあれなんですね、スウェードとかってプーマのスウェードってあんまり言われないですよね、そうです、プーマスウェードって言われるじゃないですか、はい、だからちゃんと由来があってそういう呼ばれ方するんですね、プーマバスケットとかプーマスウェードとかって言われる、はい、なので僕がそういった古いオリジナルのプーマスウェードって今あえて言いますけど、はいはいはい、載せるときっていうのはプーマって書いてスウェードのところにもカッコ入れるんですよ、 SNS で書けるとか、あ、そうだったかもしれない、そうそうそう、確かに、そうそうそう、でその90681っていうのは商品名をつけてて、 S っていうのはシルバーラインついたんですけれども、そうそう、それお伺いしようと思ったんです、はい、 S、 マ90681S とこれだけ S ついてましたよね、 S、 あとグレーの、はい、はい、グレーのその1つ、あの正式に言うとブラックシルバーだけが S なんです、はいはいはい、あの分かりやすいように、あのシルバーライトのものには90681S っていう言い方で、グレーとブラックの復刻版が商品名としてつけて、それ以外の白いホームストリートは90681っていう商品、そういう、そう、そうですね、僕ネイビーとか、あと、ギンガードロックのカラーのやつとか買いましたけど、はい、あれは確かに全部 S ついてないですもん、そうですね、もうこれが1年ぐらい前にディスコンになってるので、はいはい、今もうマーケットに残ってるだけなので、見つけたら買いですね、そう、あの割とこう買いやすい値段にもなってると思いますの です、ね、見つけた時に買って履いていただくと、あのぜひ、あの日本の魂の入ったそうですね、まあ、これ と、 あと90680に関しては日本の魂が本当に入った、90680もいいですよね、これもこれが、あ、それが、あ、すごい本物出てきた、本物でうわ、これも左足が日本に残っていて、もう片足はドイツに、これもフルコピーしているんですね、そうですね、全然雰囲気、はい、あれと変わらないですね、これはもともとマンゴリアの山田さんが、あ、そうですね、スウェードを作りたいっていうミーティングだったんですけど、クライドも出ていてスウェードの完全版も出そうとしてるのにバスケットの完全復刻をしないのはもったいないよねっていう話で急遽ぶち込んだ企画だったんですけど、ドイツチームがあ、だったらやってみようって話になってくれたんで、すごく良かった、すごい、やっぱそういうマニアの気持ちを受け入れてくれるチームっていう、そういうのがやっぱりあのドイツチームはもう本当にそういう意味では、うん、そういった日本の、まあ、一部で言ってしまえばマニアックな層の話もちゃんと聞いてくれて、なんとかそれを形にしようっていう努力してくれるので、すごく ありがたいっていう、それでこんないっぱいバリエーションも展開して、そうそう、すごい素晴らしいチームで、しかもあの復刻するときに実は終端ラベルを僕なんかほつれてたんで外してみたんですよ、あ、はいはい、外してみたらこの折り込まれたところにドイツ語でマヒツミックコーリテートって、あの後で話するラルフ・サムソンのモデルなんかの、折り返しの端ラベルの裏側に書いてあるキャッチフレーズがあるんですね、品質第一主義っていう、これって要はヨーロッパの生産拠点からだんだん80年代になるとアジアに生産の拠点が移ってくる、はいはいはい、で要は自分たちの目が届かないところで物作りがされていく、その時にクオリティを落とさないようにっていう意味合いを込めてつけたと思ってたので、70年代にこの標語が使われているのを知らなかったんですけど、終端ラベルを外して初めて
70年代に使われてたんだっていうのがあってきて、それをあえて見えないように縫っていた。で90680実はそこもコピーしてあるんです実は。え、そうなんですか。なのでシュータンラベルの方をこうめくってもらうと、こうやって見ると字が書いてあるのが見えるんですよ。外さなくても。本当ですか。これもコピーしてる。うっす。あ、ちょっといいか感じます。なるほど。そうなんだ。すごいね。そういうところ、すごい。めちゃめちゃこだわり詰まってるんですね。はい。なので、それもこの靴を私渡して、その糸をドイツチーム組んでくれて、作ってくれたっていう。すごい。なので、90680も90681と並んで、今はまだマーケットに残っているものもあるので、そうですね。見つけて、ぜひチェックしてください。買いですね。そうなんだ。でも実際このバスケットっていうモデルは、今もほら、バスケットって名前ではモデルが出てるじゃないですか。はい、出てます。でもあんまりスウェードとかと変わんないシェイプで出てるじゃないですか。うん、そうです。だからこれが出るまではバスケットって僕もそういうもんだと思ってたんですよ。そのスウェードとかと違って、なんかアッパーがレザーになったらバスケットって呼ばれるのかなぐらいに思ってたんですよ。はいはい、あのスムースレザーとかに変わったら。ほとんどの、ほとんどのユーザーさんはそういうふうに思ってらっしゃるので、そうですよね、きっと。この形がオリジナルなのを知らない人はほとんどない。これで初めて知りました。はい、これがオリジナルなんだ。これがオリジナルなんです。アイレットベースがこう下をくぐってるっていう。はいはいはい。要は通常ですとアイレットベースって上にこう縫製でつけられてるのが、あ、はいはいはい、あ、ここですね。はい。内側にこう入ってるっていう、下側を通ってるっていうのは、うん、この当時のスペック。はあ。視覚的にも綺麗なんですよね。要はフラットになるので、はいはい、一枚の革になるように見えてすごく綺麗だし、あとはシュータンスウェードで起毛した素材使ってるんですよ。で内側にも起毛した素材を入れることによって瞬間のズレ、あ、そういう意味もあるんですね。だからクライドも最初はあの内側に下側を通ってたんですけど、後期型になると上に上に残る、はい、へえ、これは瞬間のズレを防止するのと見た目の美しさと両方を、いやすごいなやってる。まあ、その名の通りこれでバスケしてたんですよね当時は。はい、実際にあのクライドが1973年に出るんですけれども、クライドが出る前までウォルト・フレイザーが5番履いて一番最初にプレーしたのはバスケットで、実はクライドができた後にウォルト・フレイザー気に入ってくれてましたね。うん、そう併用してバスケットとクライドと両方履いてました。この復刻がなかったらいろいろ知ることができなかったモデルがすごいいっぱいあって、そんなでもやっぱマニアの方の直の意見があって、それが直で反映されたからこそ実現したっていうか、そうですね。でかつそれをちゃんと組んでくれるチームがいて、そうですね、すごいな、うん、そうですね、ちゃんと話を聞いてくれるっていうのはすごいありがたいです。いやすごいですね、うん、そんなん聞かないですよ普通に。まあ、それに売れるモデル作んなきゃみたいになりますか。はい、特にあのプーマドイツに本社があるので、はい、ドイツヨーロッパだとバスケットってあんまりメジャーなスポーツじゃないので、うんうん、ほとんどそのクライドとかプーマスエードだったりバスケットっていうのはドイツ本国にあんまりないんですよ、うん、でやっぱランニングシューズとかランニングシューズ、トラックシューズとかサッカーシューズ、テニスシューズが多いんですよ、うん、そうかそうか。なので日本で社内にも、あとは親しい社の取引先にも古いプーマを持ってる人がいるのって日本だけだったんですよ。なのでそういう縁もあってドイツチームが来日してミーティングをした。でできたのがこの靴であり90680であると。もう日本のじゃあもう日本のコレクター魂というか、そうですね、で要はファンたちの魂が詰まってる、はい、なのでオリジナルに極力と忠実には作るんですけど、どうしても今のシューズのレギュレーション、要は快適に履けるっていうレギュレーションであったりですとか、はい、使用については結構細かな注意点がありまして、うん、あのノーズがねやっぱりどうしても長くなってしまうというのは、フレックスグルーブをちゃんと妨げないように、オリジナルはかなりこうフォーボックスがちっちゃく作ってるんですけれども、これはやっぱりこう曲げるところ、うん、こっちが、はい、曲がるところがちゃんとこういう余計な素材二重に重ねたレザーがあると複数に当たっちゃうっていうところで、多少そのサイズアッパーのデザインバランスを変えてはいるんですけれども、うん、それ以外はオリジナルを忠実に作ろう、もしくはアップグレードしようっていうのがあの企画の第5部
むしろでもシュッとしてかっこよくなってるもんね。そうですね。なのでクラシック、スエドクラシックよりはラストは広いんですけれども、シュッと見えるのはそういうところなんです。そうですよね。そうなんです。普通のレギュラースエドより圧迫感ないんですよ、むしろ。だから細いはずなのに、なぜだろうと思ってたのは、そういうことなんですよ。そうです。シルエットの妙なんだ。はい。本当でも履いた時の形が超かっこいいんですよ。そうですね。はい、僕も上からこう見た時に綺麗だなと思ってて、ね。そうなんですよ。で、僕動画だとこうカメラを置いて横から履いた時の写真とか撮るんですけど、それで見てもすごい綺麗なんですよ。はい。それでいてなんかこう細くなりすぎないというか、適度にボリュームがあるけどスッとこうつま先に流れるなんて、はい、シルエットが超かっこいいです。そういうお話聞くとなおのこと、うん、思い出がなんかつきますね、これにね。すごいですね、はい、じゃあ大事に、はい、か大事に履き込んで、ねはい、オリジナルってちなみにこれグレーですよね。紐グレーです。ですよね、はい、そう思って僕もチョークグレーに変えてるんですよ。そう、なんかこだわりがあるなと思って、はい、割とそういうところがあって、この、シルバーラインのものに関してはホームストリップに合わせた紐を使ってる。あ、特徴で、そうだったんですね。基本的に白ラインのものに関しては全部白ラインで、だから基本的にはアッパーと同色っていうよりはホームストリップに合わせてる。そういうことなんですね。今のスウェードクラシックはアッパーのスウェードの色に合わせてるんですけど、 S は要は昔の有効性のモデルに関してはホームストリップに合わせてる、はあ、でなぜか白にした理由っていうのは白度の高い白いラバーソールを使っていたので、逆にグレーのトーンで合わせちゃうよりも白で合わせた方がまとまりがいいっていうことで白にしたんですけど、結構グレーに変えられてる方っていうのは僕も何人かしてます。なんかその僕も野崎さんのポスト見て実はグレーだったんですよっていうのを見て、じゃあなんかグレーにしようと思って、靴がいっぱいあるんで家に、ね、靴ひもがすごい山があって、その中から一番合うグレーのひもを探してこれ何のやつだったか全然覚えてないんですけど、うん、ちょっと細い感じが痩せた感じでいいかな、はい、昔のシューズの紐の感じがありますよね。そうそうそう、ちょっとこう何の紐だったかちょっと分かんないんですけどよかった、じゃあ間違ってなくてよかった。はい、でも本当、はい、そうなると本当どんどん思い入れが強くなってきます。うん、皆さんこれは90681、90680あたりはもうね、アウトレットとか今そうですね、色によっては、はい、あると思います。その辺は見つけたら即買いで、サイズが結構もう結構なくなっちゃって、僕29とかでかいんであんまないんですよ。結構この辺の靴は29とか大きいサイズが割となくなってくる傾向がですね。やっぱ細いから上げて履く方とかも、ね、多いでしょうか。はい、パーツのシルエットとかね、うん、そういうのも気にしながら、あとはシューズがこう華奢に見えすぎないようにサイズアップっていう方が結構多いので、うん、あと紐ギュッて縛ってくる、はい、ギュッて好きな人、はい、多いですか、ね、そういう方多いんで、どうしてもこれ大きいサイズからなんでしょう。大きいサイズ入荷数も少ないので、うん、そうなんですよ、29って意外に今ね欲しい方いらっしゃるんですけど、意外に入荷数少ないです。なんでもサイズ見つけたら皆さん買いで、はい、お願いします。これは本当日本の魂が詰まった一足なんで、ぜひ試してみてください。ちょっと貴重なお話いろいろありがとうございます。本当こんな貴重ないろいろサンプル見せて、はい、ありがとうございます。